スタートしました。ほぼ揃いました。左線区争いに入ります。間からダイワシークレット、まずはスイッと出てまいります。ダイワシークレット先頭でダートのコースに入りました。半馬身のリード、それに内からセレスハントが接近して並んでいきます。あるいは南陽ヒルトップがその内から、前は3頭です。直後にラインプレイヤー、さらに外からはせっかち政治が行って、その間からは、いやこれはプラチナメーンが行って、間からはサクセスブロッケン、今ちょうど4番手につけていきました。あとは3馬身離れてせっかち政治、その後は1馬身半差、内からダイワマックワン、さらにはリバータウンがその直後、その後ろは1馬身開きまして、ジェイドファストが追走、最後方は3馬身ぐらい離れています。3番のセイカアレグロという体型。各馬第3コーナーのカーブに入ってまいりました。前の争いですが、内、南陽ヒルトップわずかに先頭ですが、セレスハントが外並んでいます。それにダイワシークレットがじわじわと800を切って並んでいきまして、前は3頭です。あとは1馬身半離れて、ここも固まっていますが、サクセスブロッケンが務めから、あるいはその内からはラインプレイヤー、そしてプラチナメーンと3頭一段、ここは4番手集団、その直後にせっかち政治、あるいはダイワマックワン、外からはリバータウンと並んで、第4コーナーをカーブ、一段で直線コースへと入ります。南陽ヒルトップ先頭で直線に向きました。セレスハントがそれに並んでくる。さらには外にはダイワシークレット3頭が横に広がりました。その外から追い込んでくるのがサクセスブロッケン、400を追加、そしてその内から追走するのは1番のダイワマックワンです。前に迫ってくるが、さあ前は4頭が広がった、外からサクセスブロッケンが抜けた、内では南陽ヒルトップ、それからセレスハント2頭が並んでいますが、追い込んでくるのは外に持ち出してダイワマックワン、200を追加しました。そしてその後方からせっかち政治、さあ抜けたサクセスブロッケン、3馬身と突き放した。ダイワマックワンが2番手ですが、南陽ヒルトップ3番手、そして外からせっかち政治3番手が2頭、サクセスブロッケンゴールイン、完勝です。これで3連勝。